はい、皆さんこんにちは。めぐきちでございます。お元気でいらっしゃいますか？まあね、ベリベリ元気ですね。この間ブリブリでしたけどね。もうなんかどん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 こうね、ローになっていく感じはありますけどね。なんか春だからキャーって感じじゃないですね。もう暑くなるんだこれからみたいな感じ、こんな感じ。まあまあいいですけど、皆さんどうでしょうかね。暑いの苦手なんで、私もね本当にね暑くならないでほしい。実はですね、この間というか、まあちょっと1ヶ月、まだコロナ言う前に、だいぶ前やな、ほんなら、次女と2人で、カラオケ行ったんですね。まあ次女は実はかなり歌上手なんですけど、もともと大学の方で演劇部やってたし、まあピアノもちょっとね、高校ぐらいまで習ってたりしてね、音楽的にはすごいセンスがあるし、一回ね聴いた歌すぐ覚えるし、で歌詞も覚えるしで、よく歌を教えてもらってる立場なんですけど、ちょっと2人で行ってみようかって行ってみたんですよ、この間。そしたらね、恐ろしいね、遺伝子って恐ろしいよねっていう回ですね。もう声質がそっくりなんですよ、母親と私とね、娘が似てて、まあよく電話でも間違えれるんですよね。疲れてる時の娘のトーンの低い声が私にそっくりなんで、まあちょっと歌聞いてもらったらね分かると思うんですけど、今回まあ去年親父バンドのサンデーズバンドでやりました他人の関係をちょっと親子共演で、1番私、2番娘、あでも3番娘だったかな。もうとりあえず聞いていただいたら、ちょっと若い声が、あ1番私、2番娘、3番私みたいなになってますけどね、聞いていただいたらちょっとね、上手に歌えてる方が娘なんでね、ちょっと綺麗な声が出てる方が娘なんで分かると思いますけど、いやー似てるなと思って、ちょっとこれは怖いですね。遺伝子怖いよ。もうだから多分彼女が年取ったら全く同じ声になると思うんですけれども、まあそれはよろしいとして、今回親子共演で歌ってみました。人と陽さんの他人の関係です。ゆっくり面白くお聞きくださいませ。どうぞ。ピポピポ。忘れている。
Thank you.